現地の温泉に初めて行った時、上がって服着てたらパタパタと軽い足音がして、3、4歳くらいの女の子が脱衣所に入ってきた。何気なくそっち見たら女の子とバッチリ目が合っちゃったから、こんばんは、って声かけた。そしたら女の子はパーッと顔を輝かせて嬉しそうに。お母さんの友達だ。っていうの。え、君のことなんて知らないし、誰かと勘違いしてんのかなとか考えてたら、後から現れた女の子のお母さんが中学の時の同級生でびっくり、結婚して温泉の近くに引っ越していて、たまに温泉に入りに来るんだと。偶然タイミングが勝ち合ったのもすごいけど、気になるのは女の子がなんでこっちのことを知ってたのか。学生時代そう親しかったわけでもないから卒業してから全く連絡取ってないし、自分は同窓会にも出ていない。彼女曰く、卒業アルバムの類は実家に置いてるから娘は見たことないと思う。と、本人に、どうして知ってたの？って聞いてみても、ニコニコしてるだけで答えはもらえなかった。でも久しぶりに話してみたらお互い想像以上に気があったので、これから友達になる、という意味だったのかな、なんて。前に住んでたアパートの話。嫁と子供かっこ2歳、が風呂から上がって脱衣所で子供を拭いていて、子供が玄関の方を向いた瞬間、突然泣きわめき始め、怖い怖いとガクガク震え出した。その時は泣いてばかりで話にならなかったが、寝る前に聞いてみると、おじいさんが怖い顔して立っていたそうな。あまりしつこく聞いていると、消したい記憶なのだろうか。わからない。覚えてない？の一点張りになったので諦めた。後にも先にもその一回きり。妊娠ネタで申し訳ない。下の子妊娠の長所期、自分でも全く気がついてない頃、上の子供が不思議なことを言っていた。お化け来るから早く寝ろ、と脅していると、部屋の天井の隅を見て、お化けじゃないよ赤ちゃんでしょ、って言ってた。次の日は廊下を見て、ほら、赤ちゃん来たよ、とも言っていた。当時は何がいるんだと思って怖くて仕方なかったけど、妊娠が分かった時はちょっと感動した。小さい子供にしか見えないものってあるんだと思う。俺の長男、娘の誕生を言い当てたよ。嫁も俺も妊娠してるなんて思ってない時期に、弟がいいんだけど妹なんだよなぁ、とかしつこく言うから、バカええ。って調べたら本当に嫁が妊娠してた。嫁のお腹に向かって女の子の名前、〇〇ちゃん、ってしつこく話しかけるから、本当に女の子だったらその名前にしてやるよ。って言ってたら、本当に女の子だったから〇〇ちゃんにした。子供にはわかるのかもな。短い話なんだけど、幼少期、幼稚園生の頃、妊娠している女性が分かった。下腹部が膨らむ前に分かった。下腹部に小さい赤ちゃんが見えた。覚えている限り二人当てた。あと、肺がんの人も分かった。胸が黒く汚れているように見えた。腎臓が悪い人も分かった。背中から見て腎臓二つが青っぽく見えた。うちの4歳の娘がさ、俺の実家へ遊びに行って俺が卒業した幼稚園で。この幼稚園まだあったんだ。とか言ってんだけど、時々知ったかぶって大人みたいな言葉話すのが不思議だったんで、また知ったかかよ、って突っ込んだら、ここにね、面白い公園ができるんだよ、まあ見てな。で、生意気な発言は嫁のせいだと思う。一年してまた帰郷するとそこに超面白い公園ができてて、お前の言った通りだったな、って言ったら、昔のことは覚えちゃいないね、って首振られた。あれ？不思議な話になってない？よく幼児に、母親のお腹の中の記憶とか、物心つく前に前世のこと聞くと覚えてる、とかそういうのあるよね。小学校高学年から中学生時代、親の知り合いの子とかの世話をする機会が多くて、仲良くなった子たちに何の気なしに聞いてたんだ。大抵は、暗かった、とか、ザーザー、ゴロゴロ音がしてた、とか、水が入ってた、とか、ベタなのが多くて、前世のことを覚えてる子には会えなかった。ただ、そのうちの一人の子が、怪獣がいた、ずっと見てた。って言ってた。よその家の子だし、そこら辺は首突っ込むべきじゃないとは思ったから。そっかー、って流したんだけど、何だったんだろう。先日、娘を幼稚園に送ろうとしたら庭にセミがひっくり返っていた。まだ死んでないね。ほう、どうかな？ほうきで吐き出そうとしたらじじじっと暴れ出した。まだ生きてたねー。セミファイナルだねー、なんて言いながら通園。帰ってきたらまた違うセミがひっくり返ってた。死んでるね。今度は確かに死んでいた。なんでわかったの？足の開き方？臭かったもん。セミの不臭なんかわかるわけねえだろ。まさかと思って実験。散歩して臭いところを教えてと言うと、俺は何も感じないのに娘が臭いアピールする場所には必ず何かがあった。踏切、墓場、病院、交差点。俺も嫁も特に臭いとは思わないが娘には臭いそうだ。庭にアリ塚ができてアリが大量発生した時に無臭の害虫駆除剤で駆除したのだが、臭い臭いと連呼していた。血の匂いを嗅ぎ取っているのかもしれない。子供の頃魔法みたいな力があった。
小さい鍵型のチャームを握ってお願いすると願い事が叶って私はその力で快適に暮らしてた。って言っても給食のおかわりじゃんけんに勝てるようにしたりしたぐらいだけど、友達にそのことを話したら、嘘でしょ、もし本当なら A 先生かっこ嫌いな先生、をいなくしてよわら。って言われたからムキになって、A 先生がいなくなりますように、ってお祈りしたことがあった。次の日学校に行くと A 先生はいなくてそれどころか誰も A 先生のことを覚えてなかった。A 先生の受け持ってたクラスはなくなって、うちの学校は全学年3クラスでうちの学年も3クラスあったのに2クラスになってた。入院とか転勤とかその程度のいなくなる、をイメージして祈った私は、この力が自分が思った以上に怖いものだって気づいて鍵を捨ててしまった。今となっては子供の豊かすぎる妄想だったのか本当のことだったのかわからないけど、A 先生には本当に悪いことをしたなと思う。今はもうできないけど、小学3年生ぐらいまでは、絵や物をよく見ると、それが動きたいイメージを見ることができた。全部ではないけど、古い株の模様や木などはよく動いていた。例えたら鶴は翼を羽ばたくし、植物は歩く、などね。感慨深いエピソードとしては、母の友人の小説を書いてる人の白紙のノートを見たとき、動きではなく、そこに書かれるであろうストーリーのイメージが入ってきた。後にその人は売れっ子の推理作家になり、デビュー作を読んだらその時のイメージそっくりだった。幼稚園の頃、膝小僧にかさぶたができると、むきたくてむきたくてうずうずして、結局向いていた。するとたまに天井から、痛い、と声がした。幼稚園では一度も声がしたことはなく、自宅で向いた時に限って声が聞こえた。大人の男性の声、年子の妹がすごく怖がっていたから、私だけに聞こえていたんじゃないと思う。子供の頃、晴れの日の空には色とりどりの光る輪が見えてた。簡単に言うと影送りに色がついた感じ。姉も見えてたらしく、心配した親が眼科に連れて行ってくれたんだけど、異常なし。ただ、私と姉の黒目の中心には、針の先ほどの白い点があった。姉の見ている輪の色が共通なことから、大人には見えない UFO、と名をつけて、よく姉と外で話していた。いつの間にか黒目の点も消え、輪も見えなくなった。大人になった今、一歳の娘がよく空を指さしている。まさか、ねえ。彼岸の少し前だけどお墓参りに行った。うちでは2年前に父が亡くなってて4歳の娘にとってはじいちゃん。特に誰のお墓とも教えてなかったんだけどお墓に向かって歩いてたら、今、じいじにリボン可愛いねって言われたよ、と娘、孫を可愛がってた父なので顔を見に来たみたい。なぜか実の息子や娘、そして長年連れ添った嫁の前には一度も顔出さないのは不思議。お盆終わりに送り火を焚いた時、年長の子が号泣しだした。痛くない。何言ってるかよくわからない言葉を繰り返してて、その時は、また何かのわがまま言ってるよもう、ってスルーした。後で落ち着いた時に、なんでずっと泣いてたの、って聞いたら、おじいちゃんとおばあちゃんがまだ帰りたくないって言ってた。って教えてくれた。お前生まれる前に亡くなってるから会ったことないだろ。ってちょっと思ったけど不思議な体験だった。